清水翔吾さんは、これまでに3度も自殺未遂をしていたといいます。まず最初の自殺未遂ですが、2010年、テレビドラマ『相棒』に出演していた際、本番でセリフが出てこなかったことから、その様子を見た水谷豊さんが、清水さんは長いセリフができる人なのにおかしいなと、救急車を呼んでくれ、搬送先の病院の検査を受けると、脳梗塞が判明したそうで、このことが原因で、生命保険の CM の降板を余儀なくされるほか、三輪明宏さんに誘われていた舞台も降板するなど、仕事を失い、さらには家族から働け、働け、というプレッシャーをかけられたことから、ストレスでうつ状態となり、心身ともにどん底状態の中、睡眠薬を大量に飲んで自殺未遂を図ったのだそうです。ちなみに、清水さんは、当時、埼玉県本庄市に住んでいて、車で3時間かけて仕事現場に行っていたそうで、帰りは疲れきり、いつも居眠り運転しそうになりながら帰っていたそうですが、家に帰ってからも2時間ほどの睡眠で、また仕事に行く、という毎日を過ごしていたそうで、この無理がたたり、脳梗塞になってしまったとのことでした。さておき、幸い一命を取り留めた清水さんは、仕事に復帰したそうですが、焦る気持ちとは裏腹に、仕事はどんどん減っていったそうで、サスペンスのちょい役でもいいから、とお願いするも、清水さんは目立ちすぎて犯人だとすぐバレて使えないと、断られてしまったそうで、そのようなことが重なり、再び追い込まれ、二度目の自殺未遂をしたそうです。そんな清水さんは、2019年には、40年間連れ添った、妻ハルマンさんと離婚しているのですが、その直後、週刊新潮12月25日発売に、ハルマンさんとハルマンさんの連れ子、清水さんの養女の桑原キヌ子、別名義桑原キヌさんへの長年にわたる暴行や暴言などの DV 疑惑を報じられたそうで、あの記事のせいで、秩父 FM で決まっていた看板組の企画を白紙に戻すと言われて、がっくりきました。仕事も消え、買える家もない。そんな中で、ここらで自分は消えた方がいい、と考えてしまったんです。気がついたら、病院の ICU、そこで3日間治療を受けて、今もまだ一般病棟に入院中ですと、睡眠導入剤ハルシオンを40錠飲んで、3度目の自殺を図ったことを、この自殺未遂による入院中、週刊フラッシュの取材に対して語っています。また清水さんは、さらに、去年の11月、家族で暮らしていた埼玉県本庄市の自宅の生前贈与を、妻から突然求められたんです。所有権の2分の1は元からハルマンのものでしたが、言われた通りに、残りの分の私の権利を、子供たちに生前贈与しました。税制上、その方が得になるとハルマンに説得されたんです。さらに今度は、彼女が離婚届を持って、私の部屋にやってきました。税務得得になるとか、住宅ローンの関係で、とかいろいろ言われたのですが、とにかく私のためだと、嫌いで別れるわけじゃないから、あなたは家にいていいのよ、とも言うので、書類上のことならと思って署名しました。ところが、離婚が成立するなり彼女は態度を表変させたのです。私はびっくりして、もう他人なんだから出て行って、と言われ、家にあった私の私物は、入院中に妻の手で全て運送会社の倉庫の、コンテナに移されてしまいました。
私は家の権利も取られ無一文で、帰る場所も奪われたんです。現在、本庄氏の家に近寄ったら、警察を呼ぶと脅されていますと、語っています。三度目の自殺未遂の理由は、離婚直後 DV 告白の記事が報じられたことだと、自ら明かした。清水翔吾。さんですが、週刊新潮の記事は、一体どのようなものだったのでしょうか。清水さんは、1980年、37歳の時、ドイツ人と日本人のハーフで、元モデルで洋画家のハルマンさん、当時30歳、と結婚しているのですが、お互い再婚同士だったそうです。ハルマンさんには、当時5歳の連れ子キヌコさんがおり、養子縁組をしたそうです。その後、ハルマンさんとの間に、カズオ一女が誕生しています。ただ、キヌコさんによると、清水さんは、養女となったキヌコさんに対し、虐待を繰り返すなど、実子とは露骨に差別していたそうで、キヌコさんは、取材に対し、アパートでは真冬に水風呂に入れられるのが、日常でした。母が体調を崩していたので、私が家事をしていたんですが、完璧にやっても清水は難癖をつけて私を殴る。私以外の家族はテーブルでご飯を食べているのに、私は床でゴミを食べさせられていましたと、涙ながらに告白。家族が食べ残した残飯の上に、三角コーナーに捨ててあった野菜やお茶の葉を盛り付け、タバスコやわさび、からしを振りかけたものを床で、食べさせられていたとのことです。また、キヌコさんは、髪の毛も根本から切られてしまい、髪型は常に男のように短くボロボロ、そんな扱いなので学校でもいじめに遭いましたが、清水は私からどんないじめを受けたのか聞き出しては喜び、橋の下で拾ってきたようなクソガキに友達なんかいらない、と言い放ったのです。良い成績のテストや賞をもらった絵はすべてビリビリに、破かれましたとも、語っています。現在も、キヌコさんの額には、清水さんに学習机の引き出しで殴られた、傷跡が残っているとのことです。ちなみに、清水さんからの虐待や同級生のいじめに、耐えられなくなったキヌコさんは、小学2年生の時に、遺書を書いて家出をするほか、中学3年生の時には、自宅で首吊り自殺を図ったこともあったそうです。そして、ハルマンさんは、結婚すると、彼の母親が持っていた原宿のアパートで、暮らすことになったのですが、彼は生活費を1円もくれず、アパート代も私からお母さんに払っていました。私の貯金もすぐに尽き、彼にお金の相談をすると通帳を投げつけてきて、入ってないからと言われたと語り、2016年に録音したという清水さんの DV 音声も公開しているほか、清水がいきなり見知らぬ YouTuber に私のアトリエを撮影させると言い出したので反対すると、ぶっ殺すぞと言って暴れ出したんです。その時に清水は止めに入ってくれた絹子の顔を殴りました。その後110番してパトカーが来て、清水は今後二度と暴力は振るわないという念書を書かされました。今も DV は続いています。先日も病院で睡眠薬をくれないと暴れて、病院を出入り禁止になりましたと語っています。ちなみにハルマンさんの知人も、清水さんがハルマンさんを殴ろうとしてパトカーが出動したことも少かなからずあったとか。それでもって、2019年11月8日に離婚が成立したのですが、
清水さんが一向に家を出ていかないので、母娘とも部屋に鍵をかけて震えながら暮らしているんですと証言しています。清水さんは週刊新潮の元妻ハルマンさんによる DV 告白記事について、 DV は一切やっていません、残飯の上にタバスコをかけて絹子に与えたとか、絹子のテストや絵を破いたとか、でたらめもいいところです。むしろ実子たち一男一女の方に厳しくしていたぐらいですと、週刊新潮の記事は全くの嘘であると反論しているのですが、一方絹子さんと確執があったことも認めています。清水さんによると、ハルマンさんと結婚した際、ハルマンさんの連れ子の絹子さんは3歳だったそうで、週刊新潮では5歳となっています。清水さんは絹子さんと手をつないで遊園地に連れて行くなど可愛がっていたそうですが、絹子さんは清水さんのことをパパじゃない人と認識していたそうで、絹子さんが5歳くらいの時からお父さんじゃないから嫌いというようになったほか、ごく稀にお母さんであるハルマンさんの着物にハサミを入れるなどの悪さをすることがあったため、軽く手のひらで叩くなど良かれと思って叱ることがあったそうです。叱ると絹子さんはわざと近所に聞こえるように大声で泣いたそうです。ただそれもごく稀なことだったため、清水さんはそれほど気にしていなかったそうですが、絹子さんが高校生になるとあまりにも反抗的になり、一度本気で愛想を尽かし自由が丘の実家に帰ったことがあったそうです。ほどなくしてハルマンさんから電話で、もう帰ってらっしゃいよと言われ帰ったそうです。そして清水さんは取材に対し、40年にわたる DV など不可能、むしろ自分の方が DV を受けていたと苦笑いを浮かべて語っているのですが、実は清水さんとハルマンさんは20年近く前から家庭内別居の状態で、しかも清水さんだけが他の家族から無視されている状態だったのだそうです。ここ何年かは家族とまともな会話がなかったそうです。またハルマンさんは一時演出で鬼嫁キャラとしてテレビのバラエティ番組に出演していたのですが、本人の性格はほぼ鬼嫁キャラのままだったそうで、清水さんが63歳で脳梗塞を患った際、俳優としての仕事に自信をなくし、ハルマンさんに仕事ができないと愚痴をこぼしたことがあったそうですが、ハルマンさんからは励ましの言葉どころか、できないじゃなくてやんなさいよと怒鳴られたのだそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。